皆さんこんにちは。M ハイ代表の中澤潤です。今月8月にですね、いよいよ M ハイキッズドリームラボがいよいよオープン決定しました。というわけで、今日はキッズドリームラボを始めるきっかけとなった中村さんと、キッズドリームラボを始めるときにですね、一番最初にトレーナーをやってくれた弊社のトレーナー、千葉のトレーナーを今日は連れてきてですね、出演していただいて、今日は YouTube を撮っております。ちょっとじゃあ自己紹介の方お願いします。はい、株式会社のね代表の中村と申します。よろしくお願いします。 M ハイ先店の店長、千葉のデビッドです。よろしくお願いします。今日来ていただいている中村さんに障害児童の運動レッスンをやってくれというお話をいただいて、最初聞いた時はいや正直やれるのかな、難しいんじゃないのかななんて思ってですね、弊社の千葉のを連れてってですね、一緒に子どもたちの様子を見させてもらったりとかしたところ、千葉の方がいやなんかいける気がするということを言ってくれてですね、まあ、やり終わった後に一回試しにね指導をしてみたところ、千葉の方もすごく充実してまあ、子どもたちの役に立ってたということが、まあ、仕事を通じてね与えられたということがすごい充実感につながったのかなというところで、まあ、これはやってみてもいいんじゃないのかなと思って、まあ、私たちは受けたんですけども、逆に僕たちにこう仕事を振ってくれたきっかけとかってどうかあるんですか。もともとデジタル児童発達支援事業所っていうのはすごい数ができてきてるんですね。ただお子さんを発達障害というふうに診断されたお子さんを見るだけの事業所ではなくて、私は基本としてやっぱりこう体を動かすっていうことが私自身好きなんですね。好きなのもあって、でその楽しさっていうのを子どもたちに伝えられたらなっていうのもありまして、体を動かすって子どもからすると遊びが体を動かすことになる。でその遊び一つにしてみても1対1の遊びから2対1の遊びになったりとか、例えば10人と1人の遊びって、まあ、鬼ごっことかもそうなんですけども、あれってもう体を動かす走り回るっていうのが一つで、子どもにとったら体を使っている運動にもなるんですけども、まあ、それの中にも集団人との関わりコミュニケーションを取るっていうすごいこうコミュニケーション能力の向上にもつながるんですね。はい、デビッドさんの方に来ていただきながら、最初本当にデビッドさんに寄っていただいた時なんかは、あの子供たちも僕こう楽しい、まずはそこに引きつけられた。もちろん最初はやっぱり障害児童に対するレッスンって行った経験がなかったので正直不安が多かったんですけども、レッスンを実際にやってみて本当に素直な子がとても多くて、職員の方含めて子供たちもすごいレッスンを通じて楽しく体を動かしてくれたので、すごくこの仕事に対するやりがいを感じた瞬間でしたね。はい、そうですね、このフィットネスを子どもたちにやってもらうという意味では非常にね、僕が考えるところではこうルールを守る子どもとか、あとはフィットネスを通じて協調性を学ぶっていうことが僕はできると思ってるんですよね。例えばサッカーだってあの足でボール蹴るっていうルールなのに、手で掴んでそのままゴールに運んじゃったら、それこそねプロサッカー選手相手にだって勝てるっていうような条件になっちゃうわけじゃないですか。ルールを守るっていうのは本当にねスポーツにおいて当たり前の常識というか基本中の基本なんですよ。で、子供はやはりそのルールを守るためにはまずはしっかりと聞く耳を持つっていうのがすごく集中力向上にもつながってくると思うので、僕はこのフィットネスっていうのは本当にこの障害児童の発達に役に立つものだと思っているんですけど、実際ね、こう現場の声をお二人からこう聞けたらいいなと思うんですけど、いかがでしょうか。そうですね、やはり、はい、レッスンやってみてやっぱり最初の頃できなかった動きであったりとか、できなかった、まあ、体を動かした遊びとかも今になったらもう徐々にできるようになって、まあ、難しいルールにも対応できる、しっかり対応できるようになったというか、子どもの実際の身体能力のアップもすごいトレーナー目線から見て毎回上がってる気がしてるので、子どもたちにとってもレッスンすごいいいためになってるのかなと思います。そうですね、あの本当に子どもたちがまずは楽しめてるっていうところがすごくこう意味のあるものだなと思っていて、でその中で今回あのデビッドさんにこういつもトレーニング、あのエクササイズ、フィットネスをやっていただいている中で、動かしてこう発散するのも前提なんですけども、その中にはルール、坂澤代表が言われたようなルールの方にこう入っていけたり、ルールを学んだりとか協調性っていうのを学べたり、本当に一つのフィットネスというものを時間の枠の中には
いろんなものが入り乱れていて子どもたちの成長につながっていると思っていて、本当にこの1年間の中で子どもたち その体の部分だけではなく心の成長っていうんですかね、っていうのもすごく見える1年間でした。嬉しいですね、はい、それは。私たちはやっぱり一番子どもたちの笑顔、あと元気っていうところを大事にしています。でそれはスタッフも当然みんな笑顔で元気にっていう環境づくりを一番大事に考えていて、でも本当に今までこう一緒に子どもたちと過ごしていた中で、本当にこのトレエクササイズ、体を動かすことっていうのも含めた上で、子どもたちが本当に日々元気になっていき、笑顔が増えていってるなって言ってしまえば抽象的ですけども、できることもすごく増えていったなって、成長してるなっていうのをすごく実感してる。やはり私たちこう児童分野での資格を持っている者たちだけではやはりこう限界もあったりとか知識がこう足りない部分もあったりするんですね。やはりそういうところでトレーナーという形で知識を持っている方たちのご協力も今後必要だなと思っていて、本当にこう今の脳で取り組んでいて協力させていただいているものをより多くの人に知ってもらいたいなと思って、それでね、あの今入った方代表にも相談させていただきました。中村さんからお話をいただいてですね、私の方もまあ考え抜いてですね、弊社のまあコンセプトがですね、夢を作る場所 With Your Dream っていうのを会社自体のコンセプトとしてやっているので、こう元気とか笑顔を作りたいというお話をいただいて、まあ、これは自分らがやっても全然いいことなんじゃないのかなと、AM ハイとしての理念にもちゃんとつながってる一貫性があるなと思ったので、うちの、ね、トレーナーとかと話してですね、しっかりと子ども向けのエクササイズというのをしっかりと練り込んでメソッドを作り上げてですね、でキッズドリームラボを今月8月にですね、群馬県伊佐木市でオープンという形で出してもらう流れになりました。まあ、これはね、本当に田村さんもはじめさまざまな法廷の代表の人からも僕のところに意見があったんですね。ぜひともこういうことをやってくれと、フィットネスを中心にできるようなパーソナルトレーニングジム、発達障害の子どもでも行けるようなパーソナルトレーニングジムを作ってくれっていうような意見をいただいて、まあ、これはやってみようと思って、まあ、人の役に立つ仕事だなと思うところでオープンに至ったという流れでございます。